やっぱ食べた後はちょっとゆっくりしたいじゃないですか。だからね、今からちょっと山下公園の方で行って、ちょっと海をね、眺めながらね、できるところを行きたいと思います。行きましょう。到着しましたね、山下公園ね。これね、なんていう船だっけ。あ、氷川丸、氷川丸船です。でね、まあこっち見てもらうとね、すごいわかりますけどね、もう大桟橋、象の花の公園の場合、あっち方向にね、まあ今椅子とかもいっぱいあるんで、ここでゆったりとね、過ごすのもいいんじゃないかなと思います。ついにね、来ました、大桟橋です。ここね、大桟橋ってね、僕分かんなかったんですけどね、あれらしいですよ、あの船がね、泊まる場所、まあ、みんな知ってるところですけどね、結構ね、上から見る眺めもね、綺麗みたいなのが、今から行ってきたいと思います。めっちゃ坂っすよ。これね、ダイエットになるね、本当に。おお、なんだあれは、ランドマークタワーあると、インターコンチネンタルホテルだっけ。違うね、ホテルも見えて、うわ、赤レンガと、ね、コスモワールド、めっちゃ一望できますね。ここにあれですよ、船が終わるんです。あ、よくさ、芸能人がさ、ここでさ、言われたい一言みたいな。ああ、あるある。お前の、そう、これ、みたいなさ、やってるところをさ、こうやって撮ってさ、あ、お願いしますって言われて、多分やってるじゃん、アギル。恥ずかしいだろうね。残るわけじゃん、あれさ、だからさ、あの、よく芸能人、僕、そんなキャラじゃないんですよとか言うけどさ、リアルなんだろうなと思うよね。夜の方がやっぱ綺麗そうだね。なんかやっぱね、昼間もね、人いっぱいいますけど、デートコースの中に一つ入れたいと思います。まあ、やっぱ昼間よりね、ちょっと夜の方がいいかな。綺麗ですね。ちょっと夜のね、写真動画撮りたかった。めっちゃ急ですよ。めっちゃ急。足元ね、気をつけて。すごいね。船でさ、入国したことないからわかんないけど、すごいね。このレストランね、めっちゃいいらしいです。あ、超綺麗ですね。これがね、コースで8000円とかするのかな、多分ね。ちょっとぜひね、これはクリスマス予約してね、来ていただけたらいいかな。すごいね、眺めも綺麗な、ぜひ参考にして。はい、これがね、象の花ね、到着しました。まあね、ちょっとね、平坦で見てるとね、象の花かどうかわかんないんでね、ちょっと行きながら行きたいと思います。象の花って何なんだろう、うねってるんですよ、花のようにね。だからまあ、ここをちょっとこうやって歩いていくと、ちょっとこう、あっち見てもらうとわかりますけど、赤レンガとかね、コスモワールドとか、やっぱ夜、やっぱね、昼間じゃないです、ここ来るのは。ほら、見てください、これ、ほらね、象の花、ほら、ここに書いてある、象の花、防波堤です。津波が来ても大丈夫、津波が来ても大丈夫。象の、見てください、このね、赤レンガからランドマークタワーまで、ね、見えます。すごいです、ここ夜になったらね、光がめっちゃ綺麗な、そこ夜くんもめっちゃおすすめなんで、ぜひ遊びに来てゾウの花です。ゾウの花ではね、ちょっと休憩もね、やっぱデートだとね、必要なんでね、ちょっと遊覧船の方に入っていきたいと思います。おはよう。
初めてなんですよ乗るの。楽しみですね。動き出しました。45分ぐらいかかるみたいなんでね。まあここからはちょっと音楽でもね、クリスマスソングでも聴きながらこの船の上からの様子をちょっとね楽しんでいただけたらなと。これね、今ね、象の鼻横を通っていきます。この際は、スタッフの指示に従って、お着用をお願いします。めっちゃ手振ってくれてますよ。誰だかわかんないけど。そして、肩に船が揺れますので、移動以外は必ずおかけいただいた状態でご利用いただきますようお願いします。これがね、さっき言ったね、大丹橋です。めっちゃ手振ってくれてますよ。15分ぐらいですか ね、そしたらベイブリッジも真下ですよ。ほら見てください、この大きな大きなベイブリッジね、すごい。これね、上がね高速道路でね、真ん中が一般道走ってるみたいです。まあ僕はね、どっちもね高速道路かと思ったらね、実は違うみたいなんですよ。でこれ大きな船ね、これ通過しないとね、大桟橋入れないらしいんですけど、まあこれたまにね船が入れない時があるんですよ。続きこの真ん中がね開くようにできてるっていうのがね、まあベイブリッジの特徴です。これね、見てください。すごいね、もう横浜のね、みなとみらい地区が一望できるんですけど、今昼間だからこんな感じなんですけどね、夜ね、すごいです。マジで。これはね、まあ、ちょっとやっぱ人気なんですよ、夜綺麗なんで。だから人気なんでね、ちょっと早く来ないと乗れないかもしれないんですけど、ぜひ皆さん、夜ね、ここの船、乗ってみてください。これめっちゃね高いです。だけどね、ぜひねクリスマスとかのね、ちょっともしね一泊するんだったらこういうホテル取った方がいいですよね。絶対誰だと思って。今ねこの右側で見えてるね海上保安庁のね船いっぱいある。ここで海猿の撮影が行われたらしい。いやでもね、もうね、着いちゃいましたよ。45分でしたっけ？ああ、もう45分です。あっという間でしたね。ぜひね、皆さんもね、この船、乗ってみてください。